山本先輩、いいんですか今日何回もそんなことして。でもそんなに俺体力ないですよ。じゃあ遠慮なくいっぱい振らしてもらいますね、フライパン。はっ、俺今何の夢見てたんだ。なんか山本先輩とフライパンを一緒に振ってる夢を見てたけど。もしかしてみんな変なこと想像してたんじゃないだろうな。さてと、今日はちょっと早く起きれたし、ゆっくりシャワーでも浴びるか。しかし最近寒くなってきたな。おはようだわん。なんか今変な声聞こえたな、気のせいか。おはよう。誰だよ今おはようって言ったの。ちょっと待て。おはようだわご主人様。なんで犬がここにいるんだよ。さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。いや俺犬なんて飼ってねえぞ。なんだお前、てかどっから入ってきたんだよ。僕はアップデートで急に登場したから自分でもどうしていいかよくわからないわ。あ、そうなんだ、メタ発言やめえ。いやでも犬なんて俺飼ったことねえし、どうしたらいいかわかんねえよ。もうとりあえずシャワー浴びようと思ったけど、どうしようかな。はあ、とりあえず飯でも食うか。はっ、優雅な朝食だな。っていうかお前なんで座ってんだよ。お前人間かよ。ご主人様、お腹が減りました。あっそう、ていうかお前顔の割に結構変な声出すんだな。とりあえず住み着いてしまった以上はしょうがねえか。お前名前なんて言うんだよ。私の名前はロドルギネスエクストラバージンウルトラスペシャル。あ、わかった、お前は名前太郎な。太郎、お前太郎な。じゃあ太郎、とりあえずそこでおとなしく待ってるんだぞ。じゃあな、俺学校行ってくるから。ったくもうなんだよあいつ本当に。って、おいおい、お前何ついてきてんだよ。ちゃんとおとなしく、ほらお座りしとけ。ああもうすぐ期末試験だよ。やっべ、全然勉強してねえな。っていうかあれ、なんか前の席あんなやついたっけ。変ななんか耳みたいなついてるけど、あんな転校生いたかな。ってお前かーい。って俺とめちゃくちゃ被ってるし、なんならお前アップにしたらグラフィックの荒さがやべえ。俺マラソン意外と苦手なんだよな。それしもなんか後ろで足跡が聞こえんだけど、なんだ。ん、なんでまたお前ついてきてんだよ。てか意外と犬のくせに足遅えなお前。ところでさタイガー、突っ込みたいところがあるんだけど。あ、わかってるよ、あいつのことだろ。タイガーお前いつから犬飼い出したの。っていうか学校に連れてくんのはまずいだろ。タイガー氏、犬が可愛いのはいいことでやんすが、愛犬家もほどほどにしとくんでやんすよ。タイガー、俺にも首輪つけていいんだぞ。あ、うん、やめとくわ。お前そのキャラブレねえな本当。俺も何がなんだかわかんねえよ。起きたらあの犬いてさ、しかもずっとついてくるんだよ。まあでもお前ん家にもう住み着いてんだったら仕方ねえだろ、飼っていくんだろ。まあないがしろにはできねえしな、俺と山本先輩のラブラブな時間が減っちゃうよ。大河氏、犬を題材とした同人誌があるんでやんすが、いりますか。いや、いらねえよ、絶対貸すなよお前俺にそれ。大河、俺には首輪をつけても思いっきり引っ張っても大丈夫だからな。いや、あのさ、お前頬をあからめるんじゃねえ。さあ今日は授業も早く終わったし帰るとするか。ほらさっさとついてこいよ。あ、山本先輩。大河くん待ってたよ、一緒に帰ろう。くう、山本先輩が彼女でよかった。あれ、大河くん後ろに犬。ああ違います違います、これはですね、犬じゃなくって、ぬいぐるみです。トイザラスで買ってきたんですよ。すごいでしょ、リアリティがあって。ウィンガチャ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 、変な擬音出すなお前。タイガくん、そんなの別に隠さなくてもいいよ、私動物大好きだし。でも犬とか飼っちゃったら山本先輩と俺の時間が少なくなっちゃうじゃないですか。大丈夫だよ、翔太くんたちもいるし、野々村のお兄さんとかもいるし、いっぱい頼れる人もいるから私たちの時間は減らないよ。
わあ、この子お尻かわいい、ペケマークついてる。見ないで、恥ずかしい、やだやだ。タイガくん、この子名前はなんていうの？あ、名前ですか。なんかやったら長い名前だったんですけど、長すぎて太郎にしました。あ、なるほどね。でも言いやすくていいと思う。そうだ、よかったらうちのニャンスケと太郎くん合わせてみない？どんな反応になるかちょっと見てみたいな。あ、確かにそれいいですね。他の動物と仲良くなってくれれば俺もいろいろと助かるし。じゃあ太郎くん、今から私の家に招待するね。この女の人かわいい、彼女にする。おい、てめえ手出したら許さねえからな、犬でも。じゃあタイガくん、ニャンスケに少し挨拶してちょっと片付けてくるから待っててね。ニャンスケ、ただいま。はわわわわ、ご主人様。まさかただいまからのいきなりご主人様のお胸にダイビングだなんて、こんなスキューバーダイビングがあるとしたら、私はどんなライセンスを取ればいいんでございますか？やっぱりニャースケってほんと可愛くなくなった気がするけど、いやそんなことで私はニャースケを絶対手放さないけど。それよりね、ニャースケ、今日はニャースケに新しいお友達を紹介しようと思って。何？まさかご主人、ユキタイガ以外の男が出てきたんでござるか？それならニャースケ一生の不覚。じゃあ今から連れてくるから、ニャースケこっちで待っててね。あ、ご主人絶対に話しちゃダメですよ。ニャー。どうぞ、タイガくん、タロウくん。お邪魔します。ほら、ニャースケ、新しいニャースケのお友達だよ。ほら、タロウ、お前も仲良くするんだぞ。ご主人、そんな、こんな大きい犬を連れてくるなんて聞いてないでござる。はあ、僕じっとできない。ウィンガチャ、ウィンガチャ、ウィンガチャ。わあ、見て、タイガくん、かわいい。2匹揃ったらやっぱり見栄えも変わるね。確かに、変な犬だなって思ってたけど、よく見ると結構かわいいな、あいつ。あ、ごめん、タイガくん、ちょっと寒いよね。今、火つけるから待ってて。あれ、ヤマ先輩、そんなのあったんですか？ふふん、私、これ、つけるようになったの。おい、そこの犬、ここは私のアジトだぞ。ちゃんと挨拶をするにゃ。僕はタロ、よろしくね。いや、お前どんな声してるにゃ。その顔で、その声はおかしいにゃ。ヤモ先輩、これめちゃくちゃあったかいですね。そうでしょ、雰囲気もいいし、私こういうの大好きなんだ。ぐぬぬぬぬ、有機体がめ、無意味にご主人に近づきやがって。おい、そこの犬、私に力を貸すにゃ。なに、力を貸すって何貸せばいいの？なに、あの男がご主人にちょっかいを出そうとしたら、俺たち二人で気をそらすんだにゃ。あー、そういえばタイガくん、全然何も出してないよね。今からお茶入れるから待ってて。いや、山本先輩、お茶とかよりも、それより。こら、タイガくん、ダメだぞ。こんなところでそんなことしようとするのは。でもここ山本先輩の家だし、それに誰にも見られないからいいでしょう。もうタイガくん、仕方ないな。一回だけだからね。いや、山本先輩、俺山本先輩のこと大好きって。なんだ、うるせえな、バタバタ何してんだよお前ら。よし、これで気をそらすんだにゃ。ねえ、これって動物がやる動きじゃないよ。タイガくん、あの映画見た？あの映画、山本先輩が勧めてくれたやつですよね。見ましたよ。すっごく良かったです。私はメインの俳優さんがちょっとタイガくんに似てたからドキドキしちゃったな。あの映画結構ラブシーン多かったですよね。こうやって初めて付き合ったカップルがソファーで確かキスしてたよね。確かにソファーでキスしてましたよねって。山本先輩、その顔、これは確実に待ってる顔だよな。そうだよな、タイガ、ここで行かなきゃ男じゃねえよな。この雰囲気もらったさせるかにゃ。ちょ、タイガくん、ニャースケとタロウくんが空中で回ってるんだけど。いや、なんかすごいサーカスみたいになってる。タロウよ、お主いい戦友になりそうだにゃ。いや、僕もう限界なんだけど。
ああ、もうあいつらマジでずっと邪魔してくんだけど。させないにゃ、ご主人には指一本も触れさせないにゃ。いや、僕初登場なんだけど、こんなにいっぱい動いてるの疲れちゃうよ。あ、なんか尻尾貫通してる。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで、明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。